皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは鶏が先か卵が先かというお話をしたいと思います。授業をやっていく上で学びっていうのは常にリニューアルしていかないといけない部分とか多いと思うんですけれども、例えば、学校とかですね、製菓学校とか製パン学校とかお料理関係だとお料理の学校とかいろいろありますよね。でそこに対する皆さん投資はちゃんとするんですよ。ちゃんとです。その要は技術がないと、教室が開けないと思っていたりとか、もちろんそういうのをすっ飛ばした状態で独自の製法で教室開いてる人もいますよ。いるけれども大概何か習ったりとか基礎を学んでないっていうために学校に行く方は非常に多いですよね。そこにはお金を投資します。なのでまだ教室とかはオープンしてなくてもそこには投資しますよね。皆さんそれはやるんです。じゃあ片やビジネスの方になると、ビジネスのことを学ぶために投資をするかしないかなんですけれどもね。私の場合には会社員だったから、その後同じ同等レベルに稼ぎたいと思って教室を開業しているので、そのビジネス的な考え方、特に集客の部分においてはインターネット集客っていうのを一人でしなきゃいけないというふうに思っておりましたので、その勉強というのは絶対やっぱ欠かせないものでしたね。だから投資という形になります。で投資をするっていうことは当然そのリターンを、月商これぐらい欲しいからまずはここを自分の中で投資を、月商これぐらい欲しいから投資しようっていう、それをずっと繰り返して額をどんどん大きくしていったっていう感じなので、最初私がコンサルタントの先生についた時にお支払いしてた金額は月額、今税別のあれで言うと1万5000円だったんですね。それでも当時いろんなものとかを払いながらの1万5000円っていうのはそんなに楽ではなかったですね。特に稼げてない時とかの1号っていうのは結構大きかったです。でじゃあそれがどんどん年数を重ねるにつれて、その似た領域の例えばコンサルとか勉強学びのお金とかっていうのが月例えば10万になってきたりとかっていう風になってくると、それを実践して生かしていって、当然それ以上大きな金額を作っていく、ビジネスの作り方を勉強するっていうことでの投資っていうことでお金は使ってってるわけなんですけれども、そのお金をある程度は先行投資で出さないとやっぱビジネスって大きくならないなっていう感じなんです。自分の腹が痛まないとっていうか、身が痛まないと、切ってね、痛まないと身につきにくいかなっていうふうに思って、だから誰かのお金で行くとか学ぶのではなく、ちゃんと貯蓄をしたお金とか未然に起きて頑張って作ったお金とかで学ぶっていうのがやっぱりいいと思っていて、だから鶏が先か卵が先かっていう話なんですけれどもね。要はお金ができたら習いに行きますとか、お金ができたら頑張りますとかっていう人は、まずうまくいかないです。お金ができる前なんだけれども、そうお金を作るために頑張るっていう投資ができるかできないかっていうのが結構伸ばすところでの大きな分かれ道になるかなっていうふうに思っているんですね。むやみにお金を使えって言ってるのではなく、正しいところの正しい手法を知るための学びはある程度やっぱり必要っていうことです。なぜならば製菓製パン学校に行くのになぜビジネスの勉強お金を投資してやらないのかという話ですね。そこがまず1点です。あとは、広告費とかっていうのもかけにくいっていうのはよく分かってはいるんですけれども、必要最低限これをするんだったらこれはしとかないとちょっと厳しいよねっていう、例えば月額1000円で何かをしなきゃいけないとか、でもそれをするとすごく多分ビジネスは加速するよっていう、その1000円を出し惜しみする先生とかもいるんですけれども、1000円を出し惜しむっていうことは月額ですよ。どれだけ普段の生活をストイックに過ごしてるのかっていう話ですよね。ちょっとした贅沢したらすぐ1000円なんていっちゃったりするじゃないですか。
だからそのビジネスに対する投資感覚っていうのが薄いと、もう全てを無料でやろうとする方も結構多いんですけど、無料は確かに威力があるし、まずは使った方がいいと思うんですが、そればっかりでできない時はどうしても有料でもやった方が加速がついて早いよというのが見える時ね、やっぱりね、惜しまず投資した方がいいです。私が一番大きく投資したのはやっぱり電子書籍セミナー講師の資格というか、まあ教えるライセンスなんですけどね、まあ、そちらの方がやっぱり百何十万とか使ってますけれども、その結果それによってたくさんの人を教えることができて、それによって得た利益は600万とか700万とかになっています。だからあの先行投資で払ってる時はきつかったですよ。月に20万払った月とかもありましたからね。それだけ必死に稼いでっていうことだったんですけど、だから自腹を切る覚悟というかですね、あの自分でしっかりそれをどう回収するかっていうビジョンを立てて、投資するところは投資しないと作れるお金が作れないっていうことになったりします。だから例えば自分がもしも、そうですね、何か自分の口座、ちょっと高めの口座、例えば30万円ぐらいの口座を作りたいって言ったら、最低でも自分は30万円以上払っている口座を体験してないと30万円を払う痛みがわからないということになります。30万円の口座作りたかったら、やっぱり100万ぐらいなんかね、投資してる経験があると多分作れたりするかなっていうイメージありますけどね。それと同様に、例えば自分自身が5000円とかそれぐらいの経験、教室習う経験をしてなかったら、たまに1万円とか払う教室に行ってみるといいですよね。そうすると、あ、5000円と1万円っていうのはこういう差があるんだなって理解すると、自分は7000円ぐらいのクラスが作れるかもしれません。だから何かしらちょっと自分に負荷をかけるっていう必要があって、そちらができるようになると、ビジネスが加速する部分がありますので、お金ができたらやりますとか、時間ができたらしますっていう人はまずうまくいかない可能性が高いなっていうのは、経験値と、あと生徒さんとかを見てて思うなという今日この頃でございました。そんなお話を今日はしてみたいと思います。それでは。